超超超いい感じ、超超超超いい感じ。こんばんは、こんばんは。大紫の飼育を中心に蝶々の活動をしている蝶太郎こと林太郎です。はい、今日もね楽しく蝶々の話をさせようと思うんですけど、はい、そうです。真っ暗闇です。はい、ということはそうです、今日やっていくのは夜の蝶々を探してみたシリーズ第4弾です。はい、ということで今日はもうね第4弾ですね、早くも、このシリーズ化ですね、あのシリーズ化、蝶々、夜の蝶々がどのように過ごしているのかっていうのをね探していくのをね今日もねやっていこうと思います。はい、でですよもうすっかりもう秋初旬っていう感じですね、秋に入ってきましたね。もう皆さんちょっと聞こえますか、チンチロリンチンチロリン、ガチャ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 。そうです、秋といえば鳴く虫です。今日はねもちろん蝶々も探していこうと思うんですけど、この鳴く虫、秋の昆虫もねちょっとね見ていこうかなと思うんでね、そちらもね楽しみにしていただけたらなと思います。でですよ今回第4弾ですけど、第1回からやってきました。第1回目で見つけた蝶々は黒日陰、裏銀シジミ、蛇の目蝶、ツマグロヒョウモンでした。そして第2回目、ヤマトシジミ、コミスジ、ヒメウラナミ、ジャノメでした。そして第3弾、キタキチョウ、サトキマダラヒカゲ、クロコノマチョウということで、現在第10種類の夜の蝶々を見つけています。はい、ということでね、前回確か最後に言ったと思うんですけど、今日は目標があります。今日の目標はセセリチョウ科のチョウとアゲハチョウ科のチョウを見つけることです。はい、特にセセリチョウですね。セセリチョウ科のチョウは今この秋に入ると増えている、数が増えているんで、一文字セセリか茶羽セセリ見つけたいなと思ってます。はい、ということでやっていこうと思います。アゲハチョウも見つけたいな。はい、まあいっぱい見つけましょうよ、みんなで。はい、ということで夜も蝶々探しますよ。ということで前代未聞、誰もほっとはやっていないであろう夜の蝶々探索シリーズ第4弾を始めていこうと思います。いきますよ、レッツチョー。はい、始まりました夜の蝶々探索。早速ですよ、1種類目の蝶々はじゃーん、残念、蝶々じゃなかったです。はい、この子バッタですね、バッタ。この子はツチイナゴですね、ツチイナゴ。ツチイナゴは成虫で冬を過ごすバッタなんですよね。なのでちょっと早いけど、この子もこのまま冬を過ごすんじゃないかなと思います。というのはこの横、はい、じゃん、このちっちゃい子、このちっちゃい子もね、土イナゴだと思うんですよ。これ幼虫だと思うんですよ、まだね。幼虫の土イナゴだと思うんですけど、成虫がこちら。で、冬を過ごすバッターですね。だからこのままね、このまま頑張って冬を過ごすのかな、もう一代かな、次の世代なのかな、ちょっとね、どっちかちょっと微妙ですけど、まあ、とりあえず土バッター。まず昆虫第1号は土バッターでした。頑張って蝶々探しまーす。見つけましたよ。蝶々見つけましたよ。はい。じゃーん、この子ですね、この子。ちょっと、あ、映りますか？はい、映りましたね。この子です。どういう角度がいい？ごめんなさい。ちょっと角度ごめんなさい。見せてます。はい、この子です。この子ですね。はい、ヒメウラナミジャノメですね。ヒメウラナミジャノメ。今日第1号の蝶々はヒメウラナミジャノメちゃんでした。ヒメウラナミジャノメは葉っぱの上で羽を閉じて休むですね。確か前回もそうだったはずですね。え、違うか、前回葉っぱの裏だったんじゃないの、確かそうだった、ごめんなさい。いや、横にね、森さんにこれ横に前回の写真貼ってもらった、確か葉っぱの裏だった気がするの。お、ちょっとこれは面白いデータが取れるんじゃないかな。また今日のこのヒメウラナミジャノメはイネ科のね、イネ科の植物ですね、の葉っぱの上に羽を閉じて止まっているでした。うん、面白い。ありがとうね、ヒメウラナミジャノメちゃん。今日はハイペースですよ。またまたヒメウラナミジャノメがいました。ヒメウラナミジャノメ。ちょっと葉っぱの裏表ちょっとね、言ってたけど、これ、葉っぱに、まあ、上でも下でもないからね、立ってる葉っぱにしがみついてるヒメウラナミジャノメちゃんです。はーい。ちょっと、
葉っぱの裏表だけじゃなかったですね、そういえば。はい。ということで、この子はね、葉っぱにしがみついて、羽を閉じてでもね、休んでいます。はい。ということで、また2種類目、2種類目じゃまた1種類目でした。1種類目またまた、ひめうなみちゃなめちゃんでした。ありがとうね。はーい。はい。ということで、続いております。いやー、出だしは良かったんですけどね、出だしはね、非常にね、姫浦波じゃらめ、パンパンと見つかったんでね、今日はいいんじゃなくなくないって思ってたんですけど、不利からなんかなくなくないとかなんか不利か。はい。でも、ちょっとパッタリ止まったんですよね。どういうことだ、どこにいるんだ、蝶々たち。はい、というわけで探しておりますけど、あれは、いた、よっしゃ、来た。来ましたよ。ちょっとアップしますね。ぐんぐんと。はい。あ、もう黄色いの見えますか？ここです。今、輝かしてるこの黄色いの、あれ、どこや？見せてた。これ。これ、ど真ん中です。この黄色いど真ん中の、これが限界です。この子。キタキチョウですね。キタキチョウ、これです。これ。キタキチョウがいました。キタキチョウは確かそうですね。前回もこのね、葉っぱの裏で羽を閉じるでしたね。やっぱりこの子はもうこれで確定かもしれないですね。ちょっとヒメウラナミはなんか前回葉っぱの裏やった気もするけど、まあちょっとね、微妙ですけど、このキタキチョウは前回もそうだったと思います。葉っぱの裏で羽を閉じて休んでいるでした。キタキチョウメッケ。本日2種類目です。ありがとう、キタキチョウ。おやすみなさーい。見つけました。次はカマキリですね。ハラビロカマキリかな。あれ、なんかちょっとでかない。これハラビロか。ちょっと待ってくださいね。胸垢これもしかして。あのね、胸垢ハラビロカマキリっていうね、外来種のねカマキリがいるんですよ。いやでもこの地域もいたっけ。これでもハラビロ、ちょっと待って、これちょっとこれ捕まえてみますね、ちょっと。あれ？胸垢まさか。ちょっと捕まえてみようと思います。怒っちゃった。寝てたから怒っちゃった、俺。いた。カサマンといて。ん？あれ？普通かな？胸垢じゃないかな？ん？どっちだ？あいた。どっちだろう。赤くないか。こんな模様あったっけ。あったっけこの模様。どうだったっけな。いやなんかでもこんなもんか。普通の腹びろか。普通の腹びろかな。あの胸赤赤びろ増えて、この胸のとこが赤いんですよ。その名の通りね、胸赤腹びろなんですよ。いや勘違いだったかな。普通の腹びろだったかな、この子は。胸垢じゃないですね、やっぱり。普通の腹広でしたね。ちょっとでっかいから、あれと思ったけど。普通の腹広カマキリちゃんでした。はーい、ごめんね。普通の腹広でした。はーい、逃がしてあげます。はい、皆様。有言実行の長太郎こと、早太郎です。はい、見つけましたよ。セセイチョウの仲間。じゃーん、この子です。お茶バネセセリというセセリ鳥科の仲間です。見つけました。一文です字セセリでも茶バネセセリもなく、お茶バネセセリ出したね。蝶々セセリ鳥科の第一号はちょっと興奮しております。はい、見つけました。堂々たる、これね、ちょっと聞きましょうか。この葉っぱの一番上に堂々たる姿、堂々と葉っぱの上で羽を閉じております。コチャバネセセリ、かっこいいじゃないですか。皆様どうですか、この体はちっちゃいけど堂々とこのね、周りを見渡すように寝る姿、素晴らしい。コチャバネセセリやったぜ。やっぱりそう思ったら、そうなんですよ。見つかると思ったら見つかる。そう思ったら、そうなんですよ。やったぜ、ベイビー。はい。ということで、ね、今日の目標であるセセリ鳥科の蝶々、見つけました。コチャバネセセリでした。やったぜ。ありがとう、コチャバネセセリ。おやすみなさーい。はーい。またまた蝶々見つけましたよ。
ちょっと足も悪い。ちょっと足も悪いですけど、行きますね。アップしますよ。じゃん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 。はい。この蝶々です。ヤマトシジミですね。ヤマトシジミ。ヤマトシジミは確か前回も同じはず。葉っぱの上で羽を閉じるって起こるって噛んじゃった。葉っぱの上で羽を閉じて休むですね。ヤマトシジミもね、あんだけ短いね、昼間ね、いっぱい飛んでるのになかなか見つけれないんですよね。今日もね、これがね、一頭目ですね。はい。ということで、ヤマトシジミ、今日も見つけれました。やったぜ。ちょっと目が慣れてきたかな。ありがとうね、ヤマトシジミ。おやすみなさーい。はーい。続いても、カマキリですね。カマキリ。さっきのは、ハラビロカマキリだったんですけど、次、この子は、オオカマキリですね、オオカマキリ。目が真っ黒ですね。夜になると目が真っ黒になります。はい、オオカマキリ見つけました。でっかいですよ。ちょっと指寝てるな。指これですからね。こんな感じです。はい。寝てますね。動かないですね。さっきの腹びろね、触った瞬間に激おこプンプン丸やったんでね。ちょっとね、触らないでおきます。寝かしておいてあげます。はい。ということで、カマキリちゃん、蝶々食べないでね。おやすみなさい。そうとも限らないんだな。蝶々も個性があると。やっぱり秋といえばね、鳴く虫ね、キリギリスとかマツムシ、スズムシですよね。